ょっといい感じでもうグツグツ言ってきたんで仕上げに入っていきたいと思います。おれまずはこのガラムマサラ、これはもうガラムマサラって何これはもうインドのでいうカレー粉的なやつです。あ、インドはカレー粉使わないんでそもそもね、はい、ただそれでもこういろいろスパイスをミックスしたやつ、これで一気にあの味と香りを調整していきます。なんかでもトロトロなんかスープっぽいよね。まだそうっす、美味しいですね。まあインドカレーなんでここに例えば小麦粉とかを入れると日本風のトロトロカレーなんですよ。あ、小麦粉入ってんのあれ。そうっす、日本は小麦粉です。え、じゃあ本来こういうもんなの。本来こういう感じですカレーって。何お前インドで修行してたの。いや、あ、僕はあのアジャンタで働いてたんで。何すかそれ。アジャンタであのカレー屋さんです。汐留の日本テレビの近くにある。え、本当。はい、本当っす。じゃあ超辛い詳しいじゃないですか。あ、すいません、嘘です。マツキじゃん、もう嘘ついたら。いや、俺はあの自分で言うんです。すいません、嘘。そうか、こういった言わない言わないまま嘘を突き通すっていう。で、ガラムマサラで味を調整しながらレッドペッパーで辛さを加えていきます。はいはいはい、レッドホットチリペッパーね。レッドホットチリペッパー、これね、あのほんとね、画面越しはわかんないけどなんかね、うん、カレーの匂い、うん、いや美味しそうっすよ、普通に。これ入れすぎるとちょっと辛すぎちゃうんで、すげえプロっぽいっす。ちょっとずつ入れながら辛さを調整するって感じですね、うん。あ、カナッチさん、いいんじゃない、うまそうだ。カナッチ、これなんか松木今回のキャンプめっちゃいいんじゃないですか。今回のキャンプは多分カナッチがいるから、あ、シャカリキに頑張ってんだ。そうっす、いつもより 2、3回増してます、ね、あの、はい、こいつが作ったキャンプ飯でまずかった回って、はい、全部俺ら3人で行ってる時っすね。あとこの間小西さんいなかったんでカトミニの回もクソまずかった。おいお前カトミニに対してのお前すごいね、気持ちが多分、うん、現れてますね。お前カトミニどう思ってんの。カトミニはやっぱいい人だと思ってますもん。いや、いい人かって感じですよ。だって大体お前さ、出演者に恋してるわけじゃん。カトミは、あ、そうですね、あんま恋しなかったですね。カトミはほんとね、あの如実に松木のこと嫌いなんですよ。すごいっすよね、なんかあの見ててわかるもん、はい、俺、現場いなかったでしょ、はいはいはい、だけど、あのアップされた動画見て大体そう顔こっちがここの唇が引きつきました。顔に分かりやすく出てたもんね。うん、いいんじゃないでしょうか。おや、完成できた。完成です。イエー、うまそう、本当にプロの感じがすごい。